モーリス・ド・ブラマンクは、フォービスムに分類される19世紀末から20世紀のフランスの画家、文筆家。1876年、パリで音楽教師の子として生まれるが、16歳の時には家を飛び出して、シャトゥーに住んだ。18歳の時に結婚し、自転車選手をしたり、オーケストラでバイオリンを弾いたりして、生計を立てていた。ブラマンクは、 徹底した自由主義者で、自分の才能以外の何者も信じず、何事にも束縛されたり、服従することを嫌った。こうした性格から、絵画についても、あらゆる伝統や教育を拒否し、少年時代に多少絵の手ほどきを受けた程度で、ほとんど独学であった。1900年、シャトゥー出身の画家、アンドレ・ドランと偶然知り合って、意気投合し、共同でアトリエを構える。 1901年にはパリのベルネームジュヌ・ガローで開かれていたゴフホ展を見に行き、そこでドランを通じてアンディ・マティスに紹介されている。第一次世界大戦で兵役駅に着き、福音後はパリ郊外に拠点を移し、自身の住む村や周辺の街の風景が生物が多く描いた。また文筆家としても執筆活動を行い、 亡くなる2年前には家族宛に遺言を残している。あらゆる伝統を拒否し、自分の才能だけを信じたブラマンクであったが、ファンゴッホにだけは少なからず影響を受けていることを画家自身が表明しており、作品からも影響が伺われる。ブラマンクの絵は絵の具チューブから絞り出した原色を塗り付けているように見えて、その画面には明るさよりは、 陰鬱さが漂っているのが特色である。第一次世界大戦後はフォービスムから離れて、ポールセザンヌを見出し、独自の道を歩み、色彩も一転して、茶と白を基調とする、暗めに移行した。黒沢明の映画、秋分では、バイクに乗って、風景画を描く、主人公の青江一郎が、 美術雑誌でブラマンクの真似をしているとか何とかと書かれたという形でこの画家に言及されている。ありがとうございます。